1977年11月15日新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました私の母佐紀江は現在87歳です本日も本シンポジウムに無理をして参加させていただいておりますが体の衰えを隠すことはできません。 有本恵子さんのお父様、喜宏さんは95歳の中、救出を求める声を本日も、遠路から参加されて、自分の娘さんと会うために必死に行動されていらっしゃいます。どうしても拉致された自分の家族、子供と再会したい、自由な日本の地に取り戻したいという一心で、言葉を武器にして戦っています。 北朝鮮の工作員たちが日本の領土に侵入し主権国家から無実の日本人を拉致しているのです誰かの問題ではなく国民一人一人が試されている人権問題なのですもし自分自身が一方的な暴力による現状変更つまり工作制の船底の鍵のかかって部屋に閉じ込められて家族との傷の引き下られたらどう考えるか皆様の大切なお子様やご家族が 暴力的に拉致された挙句に、食料も十分な医療の恩恵も享受できない中で、50年近く人質として拘束されたと考えたら、このままで良いのかと考えてほしいと思います日本人拉致被害者は、ですねこの24時間、北朝鮮の当局の人間によって監視をされていると言われておりますけれども、まあ、自由は一切ないと。 言言っても過言じゃないと思うんですねで仮にまあ文句の一つでも言おうものなら、まあ、これは日本人らしい被害者に限らずですけども、まあ、それこそ強制収容所に連れて行かれて、まあ、本当に想像もできないような重労働強制労働させられたりもしくは本当に下手をすればその場で処刑されてもおかしくないわけですよね本当ににそそういううい現実がそこにあると思うと思ですね。 多分私だったら、この耐えられないんじゃないかなと思うんですよね。だ本当そういうこの環境がある。この現実から。一日も早く解放してあげたいと思うわけです。北朝鮮にいるめぐみちゃん。元気にしていますか。あなたがいなくなっても、四十二年が過ぎて。お母さんたちは、本当に一生懸命に助けてあげたくて。たくさんの。 被害者の方たちと国民の方たちと一生懸命に戦ってきましたけれどもまだあなたの姿も声も聞くことができませんみんな年がいってしまって力がなくなってきて本当にどこまで頑張ってあげられるのかなとこの頃は本当にあの寂しい思いでおりますめぐみちゃんはどんなふうに過ごしているんでしょうか お母さんたちがみんなどのお母さんやお父さんもそのことを考えて思い描きながら毎日暮らしています。本当にこんな残酷なことはありませんけれども、まあ、助けてあげられないお母さんたちよりもそんなところに連れて行かれて本当に考えられないような場所に置かれてそしていつも空を見ながら。 お父さんやお母さんや兄弟やお友達や日本の懐かしいことをたった13年間だけしかいられなかったその姿を思いながら本当にどんな思いで暮らしているのかなと考えるだけでもう本当にもうどん底に落ちていくような思いです。どううししたたらら助けてててあげられるののかかということいいこががりままません。んくくささ方励だっています。 どうか失望しないでください。必ず帰ってくることができるから、必ず誰かが力を出してくれるから、その時に必ずバチッと焦点があって、あなたの姿が現れると私は思っています。中学校1年生の時にあの。が、あの学校の帰りにもう自宅近くであの。うん 北朝鮮の人に連れていられたんじゃないかと言われておりますがそしてそれが船に乗って北朝鮮に行くまでに非常にフィルが「行きたくない」お母さんお父さん助けて」って言ったりしたんですけど無視されて連れて行かれてそれであんまり泣いたので。 船底に移されたっていうんでそうすると爪がもうボロボロになっていたっていうようなことを言いますからなかなかほんか,かわいそうなことしたなと思っています北朝鮮は死亡もしてないので死亡したなんていうことなくてきちんとの恵みの,あの元気な恵みを日本に返していただきたいと思います。